オランダ商館はオランダ東インド会社によって設けられた貿易の拠点。オランダはアジアにおける植民地経営とアジアでの貿易の独占を目指して1602年に東インド会社を設立した。オランダはポルトガルとの競争で優位に立つためにアジア各地に商館を建設した。オランダ東インド会社設立の翌年である1603年。 ジャワ島の番天に召喚を設置。さらに貿易の中心地としてバタビアを建設し、香辛料の産地であるモルッカ諸島にも根拠地を建設した。1623年にはオランダとイギリスの間でアンボイナ事件が発生している。1609年、オランダとの正式国交が明けた時に平戸に設置され、ヤックススペックスが初代召喚長となった。 民家72古分を立ち退かせて建設した。1628年に、台湾事件で一時閉鎖されたが、1632年に再開。しかし1640年、建物の破布に、西暦年号が記されているのを口実に、江戸幕府は、オランダ商官の取り壊しを命じ、当時の商官長、フランソワ・カロンがこれを、了承。1641年に、 長崎の出島へ移転した。以後、幕末に至るまで、オランダ船の発着、召喚員の居留地は出島のみに限定された。復元平戸オランダ召喚復元された、平戸オランダ召喚の外観平戸の召喚跡地は、1922年10月12日に、平戸オランダ召喚跡として、出島オランダ召喚跡とともに、国の史跡に指定された。 オランダ商館が出島に移った後、この付近は商人地となっていたが、オランダ米、オランダイド、オランダ不当、五岩石垣など商館時代の遺構は現在でも残っている。1987年から本格的な発掘調査が開始され、2000年の日蘭通商400周年をきっかけに復元計画が進み、2011年には1639年建造の 倉庫が復元され、同年9月に平戸オランダ商館としてオープンした。各地から収集された絵図、書物、絵画、公開用具、日用品、貿易関係品、武器等が展示されている。18世紀の出島オランダ商館内での会食風景、長崎港内に築かれた人工島の出島は、 面積3969坪で4区画に分かれ、オランダ人、日本の諸役人、通詞の家や倉庫など65棟が建っていた。出島に滞在するオランダ人は、小官長、自席、二層役、筆者、下界、台所役、大工、単野など9人から12から13人で、自由だった平戸とは違い、国立の牢獄と呼ぶほど、長らく不自由な生活を送っていた。 将官庁は年に一回江戸に散布し、将軍に越見した。オランダ将官は長崎奉行の管轄下に置かれ、長崎町年寄りの下の大人がオランダ人と直接交渉した。出島大人は島内に居住し、オランダ人の監視、輸出品の値上げ、積み出しし、代金決済、出島の出入り、オランダ人の日用品購買の監督を行った。大人の下には組頭。 筆者、小遣いなど40人の日本人がいた。通事は140人以上いた。出島召喚への出入りは一般には禁止されていたが、長崎奉行所役人、長崎町年寄り、オランダ通時、出島大人、組頭、飛行士、五箇所宿老、出島町人は、公用の場合に限り出入りを許された。ナポレオン用するフランスにより、オランダは一旦事実上の国体を失うが、 1811年にイギリスがオランダ領東、インドを制圧してから1815年にオランダが再独立を果たすまでの間、当時の召喚長ドゥーフはデジマのオランダ召喚に旧オランダ国旗を掲げ続け、世界唯一のオランダ国であったことでも知られる。1856年にデジマ解放令が出され、出入りは全く自由となった。1858年、 日蘭通商条約の成立により、商館長は外交代表に任命され、1860年には商館はオランダ総領事館を兼ね、商館長は総領事となった。出島のオランダ商館には、江戸初期から幕末に至る230年余りの出来事などを記したオランダ商館日記が保存されていた。なお、1793年にオランダが、 フランス革命軍に占領されて滅亡してから1815年にオランダが建国するに至るまでの22年間、オランダの領土はこの地球上に存在していない。そのため、1797年にオランダ東インド会社と要戦契約を結んだアメリカの船が出島に入港するようになり、1799年にオランダ東インド会社が解散してもなお、 アメリカの船は1809年までで島に入港して貿易を行った。著名な商館員 ABCD 朝のノリを、なぜがわかる、世界姉妹近代学研教育出版、2012年475ページ。ありがとうございます。